ちょっと前なんですけど、だいぶ前なんですけど、うん、私初めて学生さんの文化祭呼んでいただけたんですよ。言ってたね。そう、ありがとうございます。 初なんですよ。いやー、いいね。なんか緊張したけど、うん、学校に行くのが久しぶりな感じだったから、うんうんうん、なんか楽しかった。へー、空気感が、うんうん、誰と？どこ大学に行ったの？事務所の後輩の郡ありさちゃんという子と、うん、慶応大学の三田祭という、おー、大きかったかな。でも東京都内の大学の場所だったから、うんうんうん、結構近めでよかったな。学園祭に招待されてウッキウキの上田さん。個人的に上田さんは学園祭でも天真爛漫な美人お姉さんになってるイメージがあるね。しかし本人曰く、内心ガチガチに緊張して子猫みたいになってたらしい。どんな様子だったのだろうか。早速一緒に聞いていこう。まず自分の出身大学とか以外のキャンパスに行くっていう機会が珍しい。ない。それこそ私関西の大学でね、勉強してたから、うんうん、東京の大学なんて教授 の、 その講義とかセミナーとかの影ナレーションぐらいでしか行ったことなかったから。あ、でもそういうの、そういうのあるんだ。あるよ。へー、こちら何々のお集まりいただきありがとうございますみたいな、携帯の電源はオフにしてみたいな、もうしばらくお待ちくださいませみたいな。そういう仕事あるんだ。あるんですよ、いろいろやってるんです私。知らなかった。まあ、そういうのはね、告知するようなもんでもないからしてないけど、いろいろやってます。そういうのはありつつも、うん、学祭っていうイベントに上田ひとみとして行ったのは初だったんだ。初めてだったから、すごいなって思った。どんな感じ？どんな感じ？あ、でもゆるっとトークをさせてもらって、なんか声優塾みたいなテーマで、声優になるための塾に入るには試験を突破しないといけないみたいな。司会はその、あ、学生さんがやってくださって、呼んでくださったサークルの方とか。そう、あの司会のお姉さんが1年生って確かおっしゃってて、1年生が司会されるんですかみたいな、選ばれし者ですねみたいな、みたいな感じで笑ってくれた。困らせてるじゃん。困ってない、困ってない。でも緊張してますって言ってた。緊張しますよねとか言ってた私が一番緊張してたかもしれない。いやマジで。あのさ、私たちってさ、客席の方、うん、お客さんの顔で見えるじゃん、ステージ上でも。そうね、見える見える。見えるし、あれなんだけど、学祭の時にホール自体も全部明るかったから、皆さんの顔がより鮮明に見えて、ちょっと人見知りしてしまってなんかすごく恥ずかしくなって、お客さんの顔全然見れなくて、もうあの司会のお姉さんか台本か氷ちゃんしか見てない。頑張ったけど見れなかった。いや、なんかもう恥ずかしくて、あ、みんな見てる、目を見て会話しなきゃいけないのにできないみたいな。かっこ悪すぎてツイッターではつぶやけなかった。もうスッとした自分でありがとうございましたみたいな。かっこいい感じで、かっこいい感じでスマートに。そう、表面上スマートでも内心本当にガチガチだったのがすごく伝わってくるね。それでも上田さんを生で見れるなんてとても羨ましいぜ。ただ慶応の学園祭のすごいところはそこだけではない。規模やクオリティもトップレベルらしいのだ。そんな慶応クオリティに目をパチクリさせている上田さんの話を聞いていこう。何、配信？あ、そう、配信だったのよ。アーカイブ何日までですみたいなツイートをさ、うん、見て、うん、ちゃんと今時大学の学祭で、うん、学生さんたちの仕切りでやるイベントも、うん、ここまでちゃんとその、そうなのよ、時代に合わせたものになってんだって。ご時世的にたくさんの人を呼ぶことができなかったから、うんうん、その在校生とあの卒業生だけはその現地で見れますみたいな、その方、他の方はごめんなさいだけどみたいな、そう、配信でお楽しみくださいみたいな感じだったんだけど、配信のそのアーカイブ、うんお楽しみくださいって感じだったんだけど、うんうんうん、あのカメラがね、うん、3台はあったかな。すごくない？だから私専用のカメラ、ソロで抜く用のそれぞれと引き1個。そう。もうさ、うん、テレビやんな。テレビだね。よくやる生放送とかのやつだね。そうなの。だからそのアーカイブもちゃんと私の抜きの絵とかも入れてくれてたりとかするし。学生さんが最初に打ち合わせした時にパワポからに力を入れたんで楽しみにしてくださいと
ってたんだけど、パワポンめっちゃすごくて、それが後ろにこうバーンって映ってるんだけど、全部学生さんがやってて、なんかでもなんかこれ言ったら本人たちショックかもわかんないんだけど、最初本当に機材トラブルもあったりとかして、まあでも何でもそうじゃん、配信とかって機材トラブルは絶対あるもの、つきものだから、まあしょうがないし、全然何も思ってなかったんだけど、それもやっぱり学生さんたちの力でちゃんと解決して無事にやれたからよかったなって思った。すごいなって思った。大学生のうちにそういうのやれるのめちゃくちゃすごいし、いいね。だから本当企画とかそういう動きができますっていうのは就活にも有利なんじゃないかなって思っちゃった。就活未経験者だけどなんかあれでしょ、エントリーシートに、あ、そう、エントリーシートに自己 PR 欄で、そうそう、私は大学で、うん、学祭で、うん、このような活動をしそうそうリーダーを務め、あ、そうそう、ふんたらかんたらって書けるやつでしょ。そうそう、例えばその上田ひとみさんと郡有沙さんをお招きして一つのイベントを達成しましたとか、その時に自分は会長でうんぬんかんぬんで指示をしたりとかも書けるわけじゃん、多分。まあ、書かなくても別に面接とかで聞かれたらね、言えるやろうし、どのような活動をされていましたか、そう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 、やっぱ人を招くって大変なことだと思うの。交渉もあるだろうし、そうだよ、だって分かんないもん呼び方、分かんない、どこにいます、事務所に突撃みたいな感じだったら、いけメールフォームみたいな確かに最初何から依頼するんだろうね、普段のお仕事も分かんないもん、分かんない、どうやってお仕事がさ、うん、来てるのか分かんない、マネージャーさんありがとう、そう、全てをマネージャーさんのおかげです、うん、だから大学生でしっかりやって、うん、すごいな、みんな喋り方すごいカチカチやった、すごかった、カチカチやった、カチカチ、なんかねあの敬語だった、ちゃんと、あ、敬語の使い方もなんかきちっとされて、きっとこういう喋り方で面接するんだなと思って、私ほらバイトの面接とかしか仕方ことないからさ、私も日本語不自由だわ、いやでも私もちょっとパッションで押し切れって思ってるから、面接って基本何でもパッションでなんとかなると思ってるから、やっぱ大変なんだな就職活動って思った。確かにね、そう、いや立派だ、立派、本当偉い、就活生頑張ってください。なんかその私が行った時にその学生さんと話した時に、その3年生だったの、私がお話ししたその学生さんが、その時に就活とかってどうなんですかって聞いたら、僕はこの声研のこのイベントが終わったんで今から頑張りますって言って、ああそうなんだ、うまくいくようにしております、ありがとうございますって言って、いい子だなと思って、そんなん言ってもらったら力になるよ、なるかな、なっててほしいな、この時に上田さんにこうやって言ってもらえたのを糧に、え、私なんかでもなってもらえるのかな、いや、なってもらえるでしょう、だって呼ばれてんだからゲストに、あ、まあ確かにそれはそうかそうよ、素敵ね、うん、思い出だな、私にとっても、そっか、まあでも初めて、うん、なんかいい形の初めてのイベントでよかったね、いやなんかもっとかっこいいとこ見せられたんじゃないかなとかいろいろ思うけどちょっと恥ずかしさが勝ってしまって照れてしまって、もうね、前日あなた横浜アリーナに立ってんのよ、いやそうだったんですよね、横浜アリーナに立った翌日に大学のホールで、ホールの規模感ってそっちの方が緊張するっておもろすぎるのよ、わかるけどね、広すぎる会場は一人一人の顔見えるけど、なんか現実味が薄いから、なんかもう夢見てるみたいな感じで過ぎ去るみたいな感じはわかるけど、いやまああの緊張同じぐらいしたかもしれない、それ以上やったかもしれない、逆にマジ緊張したいやでもいいね、良い学祭の思い出が、うん、できた、ね、うん、ありがとうございました小池の皆様、いいな、うん、慶応の学園祭に参加した上田さんの話どうだったかな、上田さんの学園祭や学生たちに対しての新鮮な反応が聞いてて面白かったね、今後も上田さんや高柳さんが学園祭などに招待されて活躍する場面が増えるといいな、今回は切り抜いてないんだけど、高柳さんは学園祭というものに積極的に参加してこなかったらしいんだ、だからみんな高柳さんを学園祭に招待して、ぜひ学園祭の楽しさを感じてもらおう。